チャールズ・マーティン、チャック・ジョーンズは、アメリカ合衆国のアニメーター、漫画家、映画脚本家、プロデューサー、アニメ映画監督であり、担当した作品の大半は、ルーニー・ティーンズや、メリー・メロディーズなど、ワーナー・ブラザースに関係した短編アニメ作品が、占めている。オペラ座のカ・ルードや、カモにされたカモ、標的は誰だ、チャッカリ、ウサギ狩り、何のシーズン のカリュード三部作などといったバックスバニー、ダフィーダック、ロードランナーワイリー小庸テ、ペペルピュー、ポーキーピックとその他体制のワーナーキャラクターが出演する古典アニメ作品の監督を多く務め、重要な原版社及びストーリーテラーとして君臨した。九百六十二年にワーナーを退社した後、シブタワー十二プロダクションズを設立シントムとジェリーシリーズや、 ドクター・スースの、意地悪、グリンチのクリスマスのアニメ化などといった、メトロゴールドウィン・メイヤーでの仕事を始めた。後に、チャック・ジョーンズ・プロダクションズという自身のスタジオを、作り定期的に、ルーニー・トゥーンズに関係した作品を作り続けた。ジョーンズは、ワシントン州のスポケインで生まれた後、両親と3人の兄弟と共に、カリフォルニア州のロサンゼルスへ移った。ジョーンズは、自伝、 チャック・アムックの中で自分の美術の才能は1920年代にカリフォルニアで事業の失敗を繰り返していた父親に培われたものだとしている。ジョーンズの父親は新しく事業を立ち上げる際、自分の会社の名前の入った鉛筆や文房具を買い入れた。事業が失敗すると彼は使い物にならなくなったこれらの文房具を子供に与えては、 なるべくすぐに使い切るよう子供に言っていた。上質の紙や鉛筆の供給は尽きることがなく子供たちは精力的に描き続けた。後にある美術の授業で教授は真剣に価値のあるものを描くことができるまでに10万枚の打作を生み出さなければならない。と生徒に教えた。チャック・ジョーンズはこの発言が大きな心のよりどころとなり二十万枚を描いたところで やっとすべての文房具を使い切ることができた。ジョーンズと兄弟の何人かは、美術の道へ進んだ。シュイナード芸術学校を卒業した後、ジョーンズは、ウォルトディズニーのスタジオでのセルガーランや、アブ・アイ・ワークスのスタジオでの補助アニメーターなどといった、アニメ業界の中で低賃金の仕事に就いた。アブ・アイ・ワークスのスタジオで働いている時後にジョーンズと結婚するセルが担当者。 ドロシー・ウェブスターに出会った。1933年、ルーニー・チューンズやメリー・メロディーズをワーナー・ブラザースのアニメーション制作会社レオン、シュレジンガー・プロダクションにアニメーターとして入社し、バディーズ・デイ・アウトで本格的にアニメーターデビューを果たす。また、この作品はワーナーのアニメスタジオが制作した初の作品となった。1935年には、 シュレジンガープロダクションの新監督テックス・アベリーの元で働くことになった。この小さなスタジオの中に、アベリーのための部屋はなく、アベリーとジョーンズは、ボブ・クランペット、バージル・ロス、シド・サザー・ランドといったアニメーターたちとスタジオの近くに、ある、ターマイト・テイラスと呼ばれる建物へ移った。クランペットが監督に就任した1937年、ジョーンズは、クランペットの班に参加した。 というのは、かつて、ジョーンズを雇っていた、アブアイワークスが1937年に4本のアニメ作品の下請けを委託したからである。1938年に、フランク・タシュリンがスタジオを去ると、ジョーンズは監督に就任した。ジョーンズの初監督作品は、後に、スニッフルズというネズミへ発展する可愛らしい子猫の、出てくる、ナイトウォッチマンである。 1930年代から1940年代初期のジョーンズの作品は豪華だったが観客やレオンシュレジンガースタジオのスタッフは本物のユーモアの欠如を見抜いていた。ノロノロ動き、可愛らしさが過剰なジョーンズの初期の作品はウォルト・ディズニーの短編の2番戦時という印象が強かった。1942年の ドーバーボーイズでついにジョーンズは従来の可愛らしさやアニメにおけるお約束から抜け出すことができた。彼はこの作品をどうやって面白くするかを教えてくれたと評価する。この作品はアメリカ映画で初めてリミテッドアニメーションが使用された作品でもあり、ディズニーに影響されたよりリアルな作品とは別物になっていた。この作品以来、チャーリー・ドッグ、ヒュービーとバートや 三匹のクマといった現在ではあまり知られていないキャラクターが制作され始める。今日こういったキャラクターは知名度が高いとは言えないが、これらの初期キャラクターが登場する作品はジョーンズが面白くすることを意図して制作した初期の作品を代表するものとなっている。第二次世界大戦の間、ジョーンズは潮ドアスースガイゼルとともに軍事教育アニメプライベートスナフを制作した。 プライベートスナフは当時の一般大衆向け作品よりも際どいものとなっており、スパイ行動や大話を今しめる教育を目的としたものであった。後にジョーンズはスースの作品のアニメ化を数多く手掛けるようになり、代表的なものは1966年の意地悪、グリンチのクリスマスである。ジョーンズは1940年代後半からペースを取り戻し、1950年代に 納得のいく作品を作り続けた。この頃、クロード・キャットやマーク・アンソニープッシー・フット・チャーリー・ドックやミシガン・フロックなどが作られ、中でも有名なのがロード・ランナーワイリー・コヨーテである。ワイリー・コヨーテはマーク・トウェインの西部放浪期が元になっており、背が高く病的で痩せていて惨めな身なりの骸骨や、生ける欲望のグルである。 彼は常に腹をすかしていると、西部放浪記内で表現がされている。マイケル・マルティーズが、原案、脚本を担当した、カモにされたカモ、魅惑のカワズ、オペラザのカリウドといった、ジョーンズの監督作品は今日まで名作と評されている。ジョーンズのチームウェイのスタッフは、ジョーンズ自身同様作品を成功に導くのに重要だった。 重要なメンバーの中には、脚本家のマイケル・マルティーズ、背景、レイアウト・賢女監督のモーリス・ノーブル、アニメーター・賢女監督のエイブ・レ・バイトーそしてケン・ハリスとベン・ワーシャムというアニメーターもいた。1950年、ジョーンズとマルティーズは、標的は誰だの制作を始める。ジョーンズらはこの作品で、ダフィー・ダックを従来の滑稽で笑いを誘うキャラクターから、 巨栄心が強く自己中心的で、バックズ・バニーを押しのけて、スポットライトを浴びたがる、主役気取りのキャラクターへと変更し、以降の作品でも、この位置づけが定着した。ジョーンズ曰く、バックズ・バニーは僕らのなりたいもので、ダフィー・ダックは僕らそのもの。1950年代を通じてジョーンズはずっと、ワーナー・ブラザースの仕事をしていたが、1953年に、ワーナーが、 アニメ制作スタジオを一時的に閉鎖したことがあった。ロサンゼルスからバーバンクに移設するためである。閉鎖の間は、ウォルトディズニーピクチャーズで、ウォードキンボールと組み、4ヶ月間、クレジットなしで、眠れる森の美女の制作に協力した。ワーナーが、アニメ部門を再開した後に復帰した。1960年代初頭、ジョーンズ夫妻は、ゲイパーイエの脚本を担当した。 この映画は、ジュディ・ガーランド、ロバート・グーレ、レッド・バトンズらが、パリの猫たちの声を当てることになっていた。制作は、ユナイテッド・プロダクションズ・オブ・アメリカで、監督は、ジョーンズのかつての同僚、アベル・ビトー。ジョーンズは、ワーナー・ブラザースと独占契約を結んでおり、この映画の仕事はワーナーには、無断で引き受けたものだった。しかし、ウッパが映画を1962年に完成させ、 公開したところをワーナーブラザースに見つかってしまう。ジョーンズの契約違反を知ったワーナーブラザースはジョーンズをクビにし、それから間もなくアニメスタジオも閉鎖してしまった。自伝を含めジョーンズはあちこちでジャック・ワーナーがアニメスタジオの閉鎖を決めた理由をアニメスタッフがミッキーマウスのようなアニメを作る気がないとようやく悟ったからである。と言及している。そしてジョーンズは 途中まで手掛けていたバックスバニー主演の映画トレのウサギの川山用の制作から外れ後輩アニメーターであるフィルモンローに代わりを委ねた。ジョーンズはレス・ゴールドマンをビジネスパートナーに迎えシブタワー12プロダクションズという独立アニメスタジオを設立した。モーリス・ノーブルとマイケル・マルティーズを含むワーナー時代の多くの仲間がこれに加わった。1963年 MGM は、シブタワー12プロダクションズ社に、トムとジェリーの制作を委託した。トムとジェリーは、最初のハンナ・バーベラプロダクション版よりも優れていると、評価された。1964年シブタワー12プロダクションズ社は、その MGM に吸収合併され、MGM アニメーション、ビジュアルアーツになった。1965年、ジョーンズの手掛けた短編アニメーション、 テント戦はアカデミー短編アニメ賞を受賞した。この頃ジョーンズはザベアザット・ワズントという古典アニメも手掛けている。トムとジェリーシリーズが1967年に打ち切りになり、ジョーンズは活動の場をテレビに移した。1966年、彼はテレビスペシャル、意地悪グリンチのクリスマスの制作、監督をし、声や顔の動きはボリスカーロフが担当した。 ジョーンズは他にも、フォートン・ヒアーズ、エーフー、などといったテレビシリーズの仕事をしたが、彼がよく覚えていたのは、1970年に MGM が公開した際、生ぬるい作品だと評された、ザ・ファントム・トールブースだった。1969年、ジョーンズは、ウォルト・ケリーのコミックストリップ、ポゴを元にした、ポゴスペシャル・バースデイ・スペシャルという作品の共同監督に参加し、 ポーキーパインとバン、ラブの声を当てた。MGM は1970年にアニメ部門を閉鎖、ジョーンズは再び自分のスタジオ、チャック・ジョーンズ・スタジオを設立。1971年に ABC のテレビアニメシリーズザ・キュリオシティ・ショップを制作した。この頃の代表作は、モーグリの兄弟、ザ・ホワイト・シール、リッキー・チッキ旅といったらドヤード・ギップリングの小説、 ジャングルブックのアニメ化作品である。1976年、動物のシャニクサイをバックズバニーとダフィー・ダック主演でアニメ化するという仕事のため、ワーナー・ブラザースに復帰。それからジョーンズは自分の傑作集であるザ・バックズ・バニー、ロードランナー・ムービーを制作。この時、ジョーンズは、ジ・エレクトリック・カンパニーに出てくるロードランナーの短編とバックス・バニーのクリスマスを制作し、 1980年のバグズバニーエスバスティンアウトオールオーバー以降バックズバニーの新作は作らなかった。1977年から1978年の間、ジョーンズはシカゴトリビューンと NY ニュースシンジュケートに配給するためのコミックストリップクロフォードの脚本、作画を行った。1980年代から90年代にかけてジョーンズは アニメやパロディを制作しては、自分の娘の運営するアニメーションギャラリー、リンダ・ジョーンズ・エンタープライズ社に売らせていた。ジョーンズはインターネット向けに、新キャラクター、トーマス・ティンバー・ウルフが登場する作品を作ったり、映画、グレムリンに仮面を出演したり、グレムリンに新、主、丹、生の中に出てくる、バックズ・バニーとダフィー・ダックの出てくるアニメーションの監督も担当したりした。また、 カウチポテトアドベンチャーやミセスダウトといった映画の中に出てくるアニメーションも彼が監督した。1988年、ジョーンズはロンドンに開館する映像博物館に赴き、数日間にわたり高い足場の上で作業を続け、博物館の壁に直接作品を描いた。知性主義、ストーリーテリングと自己分析の能力により、 ジョーンズは20世紀のアニメーションの発展に貢献した人間の一人となった。1993年にはオグルソープ大学から名誉学位を受け取った。さらにアニメ産業に貢献したということでハリウッドウォークオブフェームにジョーンズの星印がある。ジョーンズは生涯に8度もアカデミー賞にノミネートされ恋を知らぬペペ、ホーセンとアメントルリーズンズ。 1949年とテントセンがアカデミー短編アニメ賞をソマッチ・フォーソ・リートルがアカデミー短編ドキュメンタリー映画賞を受賞した。また、半世紀以上にわたり現実世界にいる我々に楽しみを与えてくるアニメ作品やキャラクターを作り続けたとして、1995年に映画芸術科学アカデミーの理事会からアカデミー名誉賞が贈られた。 ジョーンズが担当した最後のルーニー・トゥーンズ作品はバックズ・バニーとヨセミテ・サムが出演した宝の箱でお払い箱フロム・ヘア、e ・ツー・エターニティ1996年でこの作品は1995年に死去したアニメ監督フリッツ・フレレングに捧げられた作品であるこの頃ジョーンズはルーニー・トゥーンズに関係した作品もそうでない作品も手掛けこの時の代表作は ジャリオッツ・オブ・ファーで、ジョーンズが担当したバージョンの最後のロードランナーの出演作でもある。1997、ジョーンズは、エドワード・マクダウェル賞を受賞した2002年に、心不全で死去。89歳坊津。21年前に、ガンで亡くなった名優、マイケル・マルティーズと同じ命日となった。2004年の、ダフィーノ大統領は、ジョーンズの著書を原作としており、 キャラクターのデザインも彼の時代のものを真似ている。2000年に公開予定だったが2004年までに公開が延期になった。ありがとうございます。